戸に加えますと大阪にはお産のいる方が少なくなります。お城と奉行所と蔵屋敷に勤めている500人ぐらい、住んでる人のほとんどが町人でした。こっち向けておいて、向けの町の江戸に対して大阪は町人の町だったわけですな。西木に出てから江戸時代に大阪の風景です。15年間を起こしますから1830年代、大阪産の町の数は600万、人口は30万人を超えていました。ではコンピューターグラフィックスで再現した天保年間の大阪の街にタイムスリップしてみましょう。